所属政党が掲げるマニフェストについてですが、私は今回やはり努力する人が報われる社会をもう一回作り直すんだというところをまず申し上げたいというふうに思います。子ども手当、こういった直接給付はやはり労働なき対価、国への依存心を高めてしまうということで非常に良くないと。さらに行き過ぎた生活保護、これは今一生懸命頑張って働くよりも楽をした方がいいじゃないかというふうになってきてしまっています。こんなことでは一生懸命頑張る人がいなくなってしまう。ここは一刻も早く是正をしていかなければいけないというところですが、ただ今非常に労働環境が悪いというのも事実です。雇用がなかったり、一生懸命頑張って働いても次の月の収入が減っていくと、そういった今労働環境にある。これをなんとか改善していかなければいけない。ここに政治は目を向けるべきだと。そのためにはやはり経済の再生が必要です。今経済での最大の問題は私はこのデフレにあるというふうに考えています。このデフレをなんとか緩やかなインフレに変えていかなければいけないと。今日本はデフレ、そして円高、この状況ですから、今大胆な金融緩和を行える時期です。ですから大胆に金融緩和を行って、そしてこれを今活力を失っている地方に流していかなければいけない。どうやって流すか、それはやはり企業の法人税を下げ、そして減税をしていく。さらには銀行の貸し付けを緩和をして、今不況にあえぐ中小企業にお金を貸せるようにする。さらには公共事業、今までのように日に1台か2台しか通らないような道路をどんどん作っていくんではなくて、その地域の活力を引き出すような公共事業になっていく。この山梨であればやはり景観が重要ですから、この電線、電柱を地中に埋めたりとか、またこの山梨県内はまだ半分ぐらいしか下水道も通っていないというところで、そういった整備に今私はお金を流していくべきだというふうに考えています。そしてなんとかこのお金を回していく、このことが私はこの経済の復活につながる、また雇用の創出につながる、そして一生懸命頑張って働けば次の月の収入が増えていくというふうにつながるというふうに思っています。ここを今私は重視してやっていくべきだというふうに考えています。